オーディオの教科書第13回デジタル再生編その3としまして、今回のテーマは DAC と USB DAC の進化と変遷についてという内容でお送りしたいと思います。それではサマリーです。1、ざっくり DAC かっこ DA コンバータドジの仕組みについて。2、マルチビット1ビットハイブリッド。3、チップかディスクリートか。4、デジタル信号を加工する DSP など。5、デジタル信号規格の4種類と誤方式。6、音質を大きく左右する要素。7、USB オーディオの進化と現状。8、まとめという内容でお送りしたいと思います。それでは本編開始します。次のページ。1、ざっくり DAC の仕組みについて。まず図解で説明したいと思いますので、こちらを見ていただきたいんですが、これはですね、前々回 CD プレイヤーの中身をご紹介した図解からデジタルトランスポートを省いただけという感じではあるんですが、ざっくりいきますと DA コンバータの中身はこのように構成されております。デジタルオーディオインターフェース、こちらで入力の管理やそれから信号の変換を行います。デジタルサウンドプロセッサー DSP などという、こちらでですね、DA コンバーターに入れる前の信号の加工ですとか整形や変換を行います。で、一般的に DAC チップを使われている機器が非常に多いんですけれども、最近はディスクリートっていう構成もありまして、こちらでアナログ変換いたします。 DAC チップの前後もしくはその内部でですね、デジタルフィルター、それからアナログフィルターというのがこの図には書かれていないんですけれども含まれておりまして、こちらで不要信号の除去を行います。で、デジタル信号ですのでクロック、つまり音のタイミングっていうのが重要なので、 DA コンバートの中におおむね水晶のですね、マスタークロックですとか積んでおりまして、それを分集するワードクロック、そしてそれに同期させるようなクロック回路、こちらが含まれております。で、細かくいきますと DA 変換された後、おおむね最近の DAC チップはですね、電流出力が多いので、それを電圧出力に変換する IV 変換ですとか、そこからバッファーアンプなどアナログ回路、こちらでバランス信号をアンバランス信号に変換するなどの機能がありまして、 DAC のアナログ出力を外部出力化すると、おおむねこのような DAC の内部につきましては構成されているというふうに言えるかと思います。次のページ2、マルチビット1ビットハイブリッド。 DA 変換のですね、特にまあチップの形式につきましては、マルチビット方式、それから1ビット方式、その両者を組み合わせたハイブリッド方式っていうのが主な変換方式なんですけれども、まずデジタルオーディオの方式につきましては、 PCM と DSD という2種類の方式が存在しておりまして、もともとあったのが PCMSACD の登場期に、その基礎技術として PCM とはかなり考え方の違う方式として誕生したのが DSD と、基本的にはこの2種類が存在しているというふうに考えてよいかと思います。続いて PCM についてはですね、 PC 上で分かりやすく説明しますと、 Windows だと WAV、 WAV ファイル、それから Mac ですと AIFF、 これはもう素の PCM 信号をそのままファイルに格納したという形式なんですが、これがいわゆるマルチビットだというふうに理解していただければというふうに思います。この方式につきましては、音をですねサンプリングしていくんですが、方眼紙をイメージしていただけると分かりやすいかと思うんですが、16ビット、縦が16マス、そして CD ですと 44.1kg ということですので、横がですね 44.1kg、 すなわち 44,100マスというふうな、そういう方眼紙をイメージしていただければというふうに思うんですが、ここに音の信号を書き込んでいくと。で、一方の DSD なんですけれども、 PC 上ではですね DSF とか DFF と、あるいは WV というようなファイルになるんですけれども、これはもう SACD の基本規格でして、こちらは1ビット方式と。で、先ほどは方眼紙をイメージしていただいたかと思うんですが、今度はですねテープですね、縦が1ビット1マスになります。で、横がものすごく長くて、例えば DSD の256ですと1120万マスというような横に長いテープに記録していくというようなイメージをしていただければ
というふうに言います。で続きましてマルチビット方式の DAC っていうのは、これはまあマルチビットの信号、この PCM ですね、これをですね、まあ元々の原理なんですけれどもアナログに戻すという時に抵抗をですねはしご状に組み合わせて変換すると、これを R2R というふうに言うんですけれども、これはもうデジタルオーディオの PCM の初期の頃からの方式でして、一方で1ビット方式の DAC っていうのは DSD 信号をアナログに戻すというような基本的な技術に近いものなんですが、こちら図解ありますので参考にしていただきたいんですが、この1ビット方式ですとですね、デジタルなのにそのままアナログで聞いても実は音として聞けるというのに、まあ、厳密に言えば違うんですが非常に近しい特性を持っておりまして、実際にですねローパスフィルターということで人間が聞こえるあるいは感じられることができるという部分だけ残して高周波成分を取り除くというだけでアナログに変換することができるという仕組みになっております。あくまでもざっくりした説明ですとそういう考え方というふうに当チャンネルでは理解しております。続きまして DSD っていうのはですねダイレクトストリームデジタルという用語の略なんですけれども、一方の PCM っていうのはパルスコードモジュレーションと略したもので、パルスコードモジュレーションっていうのは日本語に訳しますとパルス符号変調という用語となります。で続きましてハイブリッド方式のじゃあ DAC と、先ほどはですね DSD の1ビット方式の DAC っていうのは非常に簡単な原理というふうにご紹介しましたが、これとマルチビット DAC、 これの両方を接中させたという方式でして、高ビット領域をマルチビット方式で、低ビット領域をデルタシグマ変調と、デルタシグマ変調っていうのは1ビット方式なんですけれども、この接中型でアナログ変換していくというもので現在主流になっております。次のページ3、チップ化ディスクリート化。まず従来はですね DAC チップメーカーとオーディオメーカーっていうのが分業が主流でありまして、 DAC チップメーカーから DAC チップの供給を受けるということなんですが、前回もご説明しましたが数年前に旭化成がですね火事を起こしまして、世界的に主要な供給元だった旭化成のチップの供給難っていうのが起こりまして、そこでですね一部のメーカーにつきましてはディスクリートということで DAC チップの供給が途絶えても自社内でチップによらず部品で構成するディスクリート方式でやった方が安心だし実は音も良いよねということで、最近はディスクリート方式が増え始めていると。国内のメーカーでこのディスクリート方式を取り始めましたのは主なメーカーとしましてマランツ、それからティアック、エソテリック、まあ、ティアックとエソテリックは同じグループなんですけれども、この辺が有名どころで、さらに海外のメーカーでももともとディスクリート方式を取っていたというメーカーもありますし、世界的に見てもディスクリート方式っていうのがやや増え始めているという状況ではないかというふうに考えております。次のページ4、デジタル信号を加工する DSP など。こちらの項目なんですが DSP などというふうにかなりまとめましたが、これはですねメーカーとか機器によって大きく構成が違ってきます。ぶっちゃけまあ単に音にするだけということですと簡単な部品を構成していくということでもできるんですけれども、オーディオメーカーが製造販売する DA コンバーターにつきましては、大なり小なり DA コンバーターに入れる前にですねノイズとかそれから実態を減らすと、さらに波形を滑らかにするというような回路が積まれております。一方で DSP という言い方をしますとこちらの方がイメージが大きいんではないかというふうに思うんですが、カーオーディオですね、それから AV アンプ、それから DTM デスクトップミュージック、それからマルチアンプ、こちらの愛好家につきましては音の加工、イコライジングとかですね、それから位相のコントロール、このようなものを結構使いますので、主に音の加工を行う回路が DSP というふうに狭い意味では言われるかと思うんですが、今回は DSP などということで DA コンバーターに入る前の信号を加工していくと、あるいは成形していくというような回路だとざっくり説明しております。でこうした機能は DAC チップというものの内部に備えられているということもありまして、その DAC チップの内部の回路を使う、あるいはその回路を使わず自社で開発したオリジナルの回路を
前段で通すというような、この辺はですねメーカーによっていろんな構成をされているというところであるんですけれども、こうしたダックチップの前段の音の信号の加工という回路で、有名なものではですねデノンのアルファプロセッシング、それからですね海外ではコードの WTA フィルターというのが結構有名だったりするんですけれども、各社いろいろなものを組み合わせているというのがここでご紹介いたします DSP などというものであります。次のページ5、デジタル信号規格の4種類と5方式。じゃあ主にですね入力信号として扱いますデジタル信号っていうのはどういうものがあるのかということでご説明いたしますと、まず SPDIF という当初からあった規格がありまして、これは前回もご紹介しましたが、 SPDIF っていうのはソニーフィリップスデジタルインターフェースの略で、この PCM 方式でデジタルオーディオを CD を規格化したソニーとフィリップスがその時策定した規格なんですけれども、こちらは2種類ありまして、同軸デジタルとドスリンク、いわゆる光デジタルというこの2つが SPDIF と。で、中の技術的なベースはほぼほぼ一緒なんですが、業務用にですねそれをバランス伝送していくということで、かなり内容的に共通している規格として AES、EBU という規格がありまして、 SPDIF 系ということでこの3つの方式があるということであります。で、続いてですね、DAC ですとか CD プレイヤーですとか機器の内部でデジタル信号を送っていくというのは、 SPDIF 系っていうのは2本の線にいろんな信号を混ぜていくんですけれども、3本の線で送っていくというので I2S という規格があるんですが、これはですね基本的に15センチの長さしか保証しないという規格であるんですけれども、最近はこれを若干拡張しまして、機器と機器をつなぐ場合にこれをそのまま使った方が音が良いよねということで、少し広がってきつつあるのが I2S というデジタル信号規格と、でさらに最近国内の一部のメーカーで提唱されておりますゼロリンクというのがありまして、こちらはですねトランスポートと DA コンバーターを接続するときに I2S の3本の線なんですけれども、 DA コンバーター側からクロック信号をトランスポートに送って全部を同期させるというのがいいよねということで、 DAC からのクロック信号を加えたゼロリンクという方式もありまして、方式としましては4種類。以前はですね若干もう少し違う光デジタルの規格があったようなんですが、現在はほぼほぼこの4種類と5方式と、同軸デジタルとトスリンクは規格としては同じですので、規格の種類としては4つ、それから方式としては5つというふうにご紹介しました。ただしこれはですねデジタルオーディオの伝送で最近増えつつありますネットワークオーディオとかですね、それからBluetooth みたいな無線系は除く方式でして、さらに PC と DA コンバータをつなぎます USB 伝送ですね、これは後ほどまた詳しく説明させていただきます。次のページ6、音質を大きく左右する要素。まずですねどこがこの DA コンバーターで一般論として音質を大きく左右するのかということで考えますと、まず皆さん一番気にされるのがどういうダックチップを採用されているのかと、あるいはどういうディスクリート回路が搭載されているのかと、 DA 変換の、メインの心臓部ですね、これがどうなっているのかというのを気にされると思うんですが、基本的にここが違いますと大きく変わってきますので、採用するダックチップもしくはディスクリートの回路というのが一つあるかと思います。続いてですねクロック品質、最近は外部の非常に高価なマスタークロックを接続するというやり方も一般的になってきておりますが、その外部クロックを使わないまでも内部にどのような品質のクロックが搭載されているのかと、これによっても大きく音が違うと。で、一部自作マニアのですね最近の報告によりますと、同じ例えば水晶でもメーカーの違う水晶発信機、これいくつか用意しますと結構コロコロ音が変わるというようなことも報告されておりまして、どのようなクロックを搭載するかというこのクロックの品質、これも大きく音を左右するという要素ではないかと考えております。で、続きましてジッター、これはマイナス要素なんですが、音のタイミングのズレ、じゃあクロックをなぜ良くするのかと、
さらに他の項目でもそうなんですけれども、音を良くするというかむしろ悪化させないためにどういう工夫されているかというのは、このジッターを抑えていく、あるいはジッターにもいろんな種類がありまして、音質の阻害に影響の大きい部分を低減させていくというような技術、各社非常に力が入っているんですけれども、このジッターをどう対策していくかというのも非常に音質を大きく左右するというものであるかと思います。続きまして、ここからはですね、 DA コンバーターのみならずアンプも含めほとんどのオーディオ機器について共通して言えることかと思いますが、まずですね、電気ノイズ、それから電磁ノイズ、これの対策ですね。さらにアナログ回路、 DA コンバーターはこの DA 変換した後のですねアナログ回路がありますので、ここの出来不出来でかなり音質が大きく変わってきます。これがどのメーカーのダックがいいか悪いかということで、同じダックチップを積んで、同じような回路であってもこの最終回路、アナログ回路が各社によって大きく違うので、よく DA コンバーターの聞き比べとかいうのが行われますが、ここが大きく影響してくると。アナログ回路が大きく影響するというのはオーディオ機器全てにおいて共通かと思います。で、続いて電源、これももう今当たり前と言われてますが、オーディオに関して電源の質というのが大きく音を左右すると。で、さらにグランドカッコアースというふうにありますが、最近仮想アースというのも結構導入されるマニアの方が増えておりますが、基本的にオーディオ機器すべからくこのグランドもしくはアース、これをしっかりしていかないと音が良くならないようなというのが一般的に言われておりまして、 DA コンバーターも同じことが言えるというふうに考えております。次のページ7、 USB オーディオの進化と現状ということで、ここから主に PC と DA コンバーターをつなぎます企画として、2000年代以降に普及してきました USB オーディオについて深掘りしていきたいんですけれども、まずですね、その黎明期といいますか2000年代の初頭の頃ですね、それ以前もありまして、それ以前はパソコンの中に内蔵しているサウンドボードというのが主流だったんですけれども、パソコンとは別に外で DA 変換していこうよというもので、一番最初は USB の、当初は USB の 1.0 という規格で、外部に USB 接続して DA コンバーターでアナログ変換するというのが、内部に搭載するサウンドボードなんかよりもパソコンの中のノイズの影響などが抑えられていいよねということで少し登場してきていたんですけれども、ただし USB 1.0 っていうのはこの伝送速度がですね、ある程度限られておりまして、規格としても CD よりは高い規格なんですけれども、 48K24bit、 ここまでしか送れないという問題がありまして、最近の主だったハイレゾの規格ははみ出してしまうという欠点があり、 DSD も対応していないというような規格でありました。続きまして、 USB 2.0 のオーディオというのがその後主流になりまして、こちらであればハイレゾに対応できると。さらにもう一つ大きいのは、 Windows なんかでは音質を大きく阻害させていると言われる Windows 内部のですねミキサーを、これをパスするという方式が広まりまして、これはアジオですとかわさぴのハイタモードということで、使われている方は皆さん当たり前に使っているかと思いますが、この方式が一般化しまして、劇的にオーディオ機器として USB ダックってありだよねというふうに変化してきたという過去のいきさつがあるかと思います。で、当初はですね、デジタルで外部で DA 変換するということだけで、PC 内部でやるより音質的メリットあるよねと、オーディオで使えるよねという意見が少しずつ高まってきつつあったんですが、それでもですね、デジタルだからとりあえず送れれば途中で劣化なんかしないよみたいな誤解も結構ありまして、その後にどんどんいろんなノウハウが加わっていきました。 USB に含まれる電源っていう、この USB っていうのは電源も一緒に送っていくと、1本のケーブルの中に信号とそれから電源と、電源もですねパソコン側から送りますので、結構ノイズまみれの電源を送っていくと、この対策をしなきゃダメだよねということがノウハウとして一般化してきたり、それに伴いまして USB ケーブル、
こちらも当初はですね、デジタル信号なんでケーブルなんか何でもいいよねというふうに思いきや、実は USB ケーブルをオーディオグレードの良いものにすると劇的に音が良くなるということも知られるようになりまして、この辺が一般化してきたと。で、続きまして、ジッターまみれのクロック回避策というふうにあるんですけれども、元の信号をですね PC でファイルからデジタル信号に起こしておりますので、基本的にはその信号は何もしないとジッターまみれということで、そのまま PC から出てきたジッターまみれの信号を DA 変換していくというよりも、 USB ダック側でクロックをですね入れ直してジッターの少ない信号として再生した方がはるかに音が良いよねということで、こちらちょっとまた専門用語になるんですが、非同期というアシンクロナスモードというものが、これがもうオーディオ用の USB ダックとしては一般化してきたと。でさらにこの部分の USB ダックの欠点をですね回避する方式としまして、バルクペット転送というようなものも一部に出てきまして、さらにジッターの対策をしていくというような工夫が加わってきました。続いて、そういうさまざまなノウハウが普及して、さらに蓄積して、今日ではピュアオーディオでも一般的に USB ダックっていうのが使われるようになったというのが過去の経緯だと考えております。次のページ8、まとめ。まず初期の頃はですね、業務用それからハイエンド機以外にそもそも単体ダックっていうのがなくて、 DA コンバーターっていうのは CD プレイヤーですとかミキサーですとか、もう機器の内部に備わっているものと、パソコンもパソコンの中についているものというものをオーディオ用として切り離して独立させて、そこでさまざまな対策を加えていって高音質化するという単体ものというのがそもそもほとんどなかったという状況でありました。で、その後 PC オーディオの一般化ということで、 USB ダックという、先ほどご説明しました USB 方式っていうのが普及しまして、これで比較的安いものから高価なもの、ハイエンドも含めて単体ダックっていうのがかなり見直されまして普及していったという状況があったかと思います。で、続いてですね、その後さらにファイル再生ですとかディスク再生のみならず、 CD なら CD をリッピングして再生する、あるいはサブスクでネット上からインターネットの高速化もありまして、聞き放題サービスで聞いていくというネットワークオーディオですね、さらにケーブルをつながなくて済むという Bluetooth、 こういうものなどなども一般化しまして、 DAC っていうのは今や当たり前の製品で必需品というふうに変化してきたと考えております。続いて DAC のメーカー、それから価格帯での音質差、それからケーブルによる音の違いは大きくて悩ましいということで、今回説明しましたように内部の回路一つ取りましても、メーカーがかなりいろんなところで工夫し試行錯誤しているという製品ですので、ちょっとしたことで大きく音が変わると。これはよくオーディオマニアの間ではアナログのターンテーブルのカートリッジに似てるよねと、カートリッジを複数交換できるように集めてですねオーディオを楽しむというマニアが多かったんですが、最近では DA コンバーターもカートリッジのように機器が変わるとかなり大きく音が違うんで、複数の DA コンバーターを所有して使い分けるというような考え方も出てきているというふうに思うんですけれども、カートリッジのようにですね簡単に付け替えできるという場合もなかなかないので、この辺はですね非常に悩ましい問題というふうに思いますし、 DAC によって音が違いますので、いろいろ聞き比べてみたりですね、別の方式の DAC欲しくなってきたりですとかですね、そういうことがありまして、 DA コンバーターっていうのはまだまだですね技術も進化すると思いますので、そういうことも含めてなかなか悩みは尽きないというものではないかというふうに考えております。今回の動画は以上となります。よろしければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。このオーディオの教科書なんですが、若干デジタル編になりまして少し難しいというような意見も聞くんですけれども、さすがにですね初心者向け入門用ということでデジタルオーディオを語っていくというのはやや無理がありますので、ベースの知識がある人に向けて制作しております。
まあ、キャリアのあるマニアであればオーディオの教科書一つ復習の機会というふうに位置づけていただければ良いかと思いますし、中級者につきましてはもう一度基礎的な原点を見直す機会というふうに活用していただければというふうに思います。でかなりざっくりとまとめて説明しておりますので、正確性という意味ではですね、皆さん補足のコメントっていうのもどんどんいただければというふうに考えております。I don't wanna keep on wasting life. I'm drowning in my head, I'm losing my mind. And if you could die.